はい、手術を終わりました。まあ、中を溶ける糸で縫って、表を、溶けないナイロンの糸で縫いました。で、1週間後に抜歯です。抜歯するまでの間は、まあ、あんまり激しい運動とかしないでいただければ大丈夫です。まあ、大体日常生活はほぼできると思います。で、1週間後抜歯して、で、傷がきれいに落ち着くのは厳密に言うと6ヶ月ぐらいかかります。人によっては1年ぐらいかかることもあります。それまでの間は瘢痕がちょっと硬くなったりとか盛り上がったり赤くなったりとかします。いずれ赤みが引いて盛り上がりもなくなって、よりきれいになっていきます。じゃあこっち側も切ってください。まあ、こっち側も同じように手術しましたので、1週間後に抜歯です。まあ、抜歯したあと1ヶ月2ヶ月ぐらいかけて一時的に傷が赤く盛り上がったりしますね。まあ、必ずそういうのはよほどのケロイド体質ではない限り引いていきますので心配ありません。はい、じゃあおしまいです。いいよ。